でもあります。黄色、実はね、あのクレレパイナ今年で4年目ということで、いろんなテーマカラーありました。今年黄色ということで、実はね、7年間かけて虹の色を揃えようとしています。ね、まだ4回目なんで4色しか揃ってないんですけど、またね、来年再来年、またその先とずっと続けられたらね、きっとすごいね、カラフルな色が揃うんじゃないかなと思ってます。また来年もここでお会いできたらいいなと思ってます。ぜひご支援の方よろしくお願いします。ありがとうございます。というわけで、黄色にちなんでこの曲選びました。幸せの黄色いリボン、聴いてください。ありがとうございました。ウクレレオーケストラでした。花澤ウクレレオーケストラの皆さんでした。ありがとうございました。